のはやっぱりね、レンジ師が好きかな、うん、女性でもあれできるんですねっていうお声がやっぱり多いんです。取れないかなとか心配にならない。あ、何その振ってる時に？そう。取れないよ。そうなの？取れない取れない。本当？に袖がパーンって当たって提灯がコロンって倒れちゃって、やっばいって思って終わりながら、まさかのっていう演目があって。YouTube にもフルで出てるんですけど、大撃沈してシャワー室から出てこられないみたいなのを覚えてる。第2回明日のためのコンサート。一番好きな演目と一番大変だった演目を教えてください。はい、あーそうだね。一番好きなのはやっぱりね、レンジ師が好きかな。今まで 2,3 回はやらせてもらったことがあるんですけど、女性でもあれできるんですねっていう、うん、お声がやっぱり多いんですよね。やっぱり歌舞伎であのシチュエーションを見たことあるけど、日本舞踊の人で、まあ、レンジ師って見る機械的にやっぱり歌舞伎の役者さんがやってらっしゃる方が皆さんこう絵的に想像するかなっていうのが、確かにそう思われるかもしれないんですけど、本当にあのご依頼いただいたことがきっかけで、私もレンジ師の、あの親父師は父が、小父師は私がやるような機会があって、最初にそれで初めてお稽古したんですけど、やっぱりこうなんだろう、王道の代表的な演目って、あ、こういうことなんだなっていうのを見る楽しさもあるし、あ、踊る楽しさも、あ、こういうことなんだっていうのをすごい感じた一幕でしたね。で、毛振り好きです、すごい私あのクライマックスのあの毛振りすごい好きなんですよ。だからなんか練習してても、もうワクワクが止まらなくって、あれ上手に振れるとすごい気持ちいいんです。あれ痛くないの、首？あれは振ってる時は実はそんなに痛くなくって、どっちかというと苦しいのはこう通常の時、こうやってへの方が重さを感じる、こう後ろにこうやってこう張られるような感覚があるんで、私これは個人的な意見なんですけど、普通にしてる時に、あ、後ろ痛い、支えて誰かっていう気分になる。あ、なるほど。なんだろう、イメージするとしたら、なんかちっちゃい子供が私のポニーテールにこうやって捕まってるみたいな感じ。なるほど。それは相当重い。すごい相当イメージだけど、それは。なるほど、ね、そう。だからこうやって下にやってこう投げちゃってる時の方がなんか逆にいいかな。うんって感じですね。第2回明日のためのコンサート。7月14日日曜日夜19時から開演です。港区麻布区民センターの地下1階区民ホールにて開催いたします。ピアノあり、日本舞踊あり、そして2人のコラボあり、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしていきたいと思っております。お待ちしてます。カツラじゃない、うん、あれって、うん、取れないかなとか心配にならない。あ、何その振ってる時に？そう、取れないよ。そうなの？取れない取れない。本当？だってもうギューってしてるし。あ、そうなんだ。え、レンジ師でカツラ取れたことある人いるのかな？分かんない分かんない。なんかそのレンジ師だけじゃなくて、なんかこう普通の、うんうん、あ、普通のだと、うん、どうだろうね。取れたりする心配はしたことないけど、そうなんだね、うん、あれね、ちゃんとカツラ合わせっていうのをして、 その人の頭に合った型を作ってあるんで、うんうんうん、結構、まあ、なんかオーダーメイドでその人の頭の形にしてあることが多いんで、まあ、そうじゃないケースもあるけど、カツラ合わせとかしてることも結構多いので、あんまりね、取れる心配はしたことないけど。そのウィッグとはわけが違うわけなので、うん、そうそう、そっかそっか。そういう小道具、うん、小道具系で今までハプニングとかある？ある。あ、聞きたい。ある。中2の、あ、もっと
前か、小6の時に地方でね踊らせてもらった時に、花道でしばらく踊ってる時に提灯をね、ともやっこって踊った時に提灯をこう置いたの、花道で、うん、で提灯って言ってもなんかねピッてこう持つとこがちょっとこう出てるやつでね、でこうやって確かこう回った時に袖がパンって当たって提灯がコロンって倒れちゃってやばいって思って回りながら、でも客席に落とさなかったから別にそれはその場で倒れた、はい、あのそういうフリーですみたいな感じで絶対違う絶対違うよね、で落としたんでしょみたいな、でもなんかまだナイーブちゃんだった小6の私はもう冒頭だったからそれ、あーなるほど、激へこみでなんかやっちまったやっちまったみたいなっていうのすごい覚えてる、あ完全に私のせいだけど置く場所が悪いんでしょって思うけど、あーなるほど、もうね、だから自分がその経験があったからこの前ともやっこやった男の子たちに、あこれを落とさないようにねとかって言って自分の経験に基づいてる、そうカランカランって倒しちゃったのは覚えてる、ね、そうで、大変だった演目は、うんうん、そのりんちゃんの大変だった演目とちょっと通ずるとこあるんですけど、私の場合は、うん、まさかどっていう演目があって、YouTube にもフルで出てるんですけど、私がね、大学2年かなぐらいの時にやったもので、まだ19歳だったかな、だったと思うんですけど、それはそれは長い、35分ぐらいあって、で衣装がすごい重いとかじゃなくてもすごいなんかもう 何枚あるんだろうみたいな衣装で、それこそ花道から出てくるんですよ、出てくるってこっちからじゃなくてすっぽんって言って花道にもちっちゃなセリがあって下から上がってくる、うんうんうん、だいたいあえて下から上がってくるものっていうのは、うん、まあ、ちょっと怪しげな感じの役が多くて、面白い、まあ、それだけでもないんだけど割とそういう役が多い、うんうんうん、で私がやった時もその音量の役なので綺麗なんだけど、はい、なんか実はっていう最後にで立ち回りがあって父親とこうやってたんだけど、なんかそのドロ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 っていう雰囲気も相まって、うんうん、緊張も相まって難しい演目だっていうのももちろん理解した上で、セリフもあるし立ち回りもあるし一人で踊るとこもあるしとかって、もう精一杯挑ませてもらった結果幕が閉まって楽屋に戻ってもうチーンみたいなこれどころじゃない、もう話にならないぐらいもう激チンした覚えが、疲れ果ててってことでしょ、うん、なんかもう全ての魂が抜かれたみたいな感じ出し切ったんじゃない、出し切った、だからその時挨拶に来てくれた人たちとコミュニケーション取れなかったんだよね、すっごい心残りなんだけど、いやいやあれが好きなんだけどね、あの終わった後にみんな来てくれる瞬間が好きだったのに、あの時だけはもう大激沈してシャワー室から出てこられないみたいなのを覚えてる、そう、でもなんかそれぐらいなんか必死でその等身大の自分以上をまあ出そうとしちゃったのもいけなかったんだけど、もう必死って感じで挑ましてもらったのはすっごいいい経験だったなって思って、いまだにそうまさかどは好きな演目でもあるかな、大変だったけど好きですね、うん、前の着物でだったんだけど、あの時すごいなんか天気だったなと思って、一番だから幸せな瞬間って踊り終わった後っていうよりは踊ってる最中になんか空間を作ってる時間が一番やっぱ幸せかもしれないです、もう料理はこの日は作れませんという日のために忙しくて、もう今日はもう何も作れないっていう日のためにあの大量に作って冷凍するっていう作り置きをするのが結構好きですね、だからもう冷凍庫の中でガッと開けたらもうなんかタッパーがいっぱい、すごい、そうだからもう忙しい時はもうそっからなんかこれってなってチーンみたいな感じ